はい、今回もやってまいりましたボンドボディマンソリーウルスの続きをお伝えしたいと思います。今回はなんか塗装の工程がだいぶ進んでるみたいなんで、ちょっとその様子を見てみたいと思います。今回はどんだけ嫌がられるんでしょうか。行きましょう。はい、でそうマンソリーのなんかコンプリートか、そういえばちょっと話脱線したんですけど、マンソリーのコンプリートか毎回こう名前がついてるみたいなんですよね。でちょっと最初に紹介するべきだったんですけど、今回のウルス、マンソリーウルスのコンプリートかの名前がなんだっけ、マンソリーウルスのコンプリートカーの名前がベナタス。ちょっと調べたんですけど意味は分からなかったんで、担当の方に後で聞いてみたいと思います。はい、行きましょう。ありました。はい、今日はこっちでリフトに上げられてるみたいです。で、エアロパーツはあこれですね。かなり塗装が進んでおります。前回ちょっとご紹介したそのナンバーのナンバーベース一応どこだっけな、多分この辺に着く予定だったんですけど、あのフロントのカメラがついてる関係でちょっと微妙だなっていうことで、なんとここにあったフロントカメラをこっちに移植してここにナンバーをつけるようにするみたいです。はい、もう最初からここにあったかのように移植されております。そして全部ペイントも終わって、塗り分けはところどころカーボンの目を出した、はい、そんな仕上がりになってます。このダクトの脇と真ん中と、はい、塗られています。でちょっとブツがあるんで多分まだ全然途中だと思います。色が入るとだいぶ違いますね、やっぱり。でフェンダーなんかも全部もう1回目2回目ちょっとまだ確認しないと分かんないですけど、塗装が終わって黒くなってます。でフェンダーは多分サイドのエアロパーツにつなぐように下側がカーボナードの目が出ております。すごいピカピカで、リアバンパーの上側は全部もうボディ同色ですね。ただこちらもすごい造形です。そして車の方が、まあ、ボンドボディのブログ見てくださってる方だとご存知だと思うんですけれども、なんとキャリパーのペイントも、はい、開始されております。なんで今キャリパーがない状態です。キャリパーを捜索したいと思います。はい、これこっち、あこっち側だからもう1回目下、はい、キャリパー発見したんですけど状態がわからないです。はい、ベースの色が塗られてる状態ですかね。はい、これも本当にあのペイント塗るって、言葉で表現するとすごく簡単なんですけど、やっぱりダストだったりだとかいろんな不純物がついてるんで、全部それをきれいにしてなおかつペイントに最適な下処理をしてから塗らないといけないんで、キャリパーペイントもかなり大変みたいなんですけど、バッチリなものが仕上がります。でおそらくマンソリーのロゴが入るんじゃないかなと思います。こんな感じでしょうか。はいはい、そしたらちょっとこの塗装の今の状態について、塗装担当している高橋さんにちょっと紹介してもらおうと思います。これは今どういう状態でしょうか。1回目のペイントが終わった状態ですか。そうです、はい、下地を、素穴と抜いて、はい、でカーボンを残して、色を入れて1回クリアで閉じたところですね。あなるほど、はい、なんでまだちょっとブツがこう湧いてたりとか、ねはい、一番はその段差です、はい、触っちゃって OK な状態だな。なんだ俺さんもう触っちゃダメな状態かと思って、はい、土はダメ俺は大丈夫、はい、またこれは研ぐんですよね。そう、研いで平らにして、はい、もう一度クリアで、はい、要はこの塗ったとこと塗ってないとこの段差ができちゃってるんで、そうですそうです、まあ、クリアで閉じてるけどその段差をさらに消すために、そうです、はい、一回研ぐと、はい、一回研いで平らにして、はい、クリアでもう一回閉じる、で終わりですか。で終わりです。ああなるほど。で、はい、ところどころオレンジのライン入れていくんで、はい、もう一回そうですね、平らに研いでからオレンジのライン入れてもう一回クリア。それは研がないですか。それも研ぎます。あそれも研ぐんですか。それも研ぐ。あ結局だからその工程の差が出ちゃうと段差が出ちゃうから、そうですそうです、もう塗ったら研いで塗ったら研いで、はい、全部平らにしてから最後クリア塗る。そうです。
じゃあと2回入ります。2回あと2回塗って2回研ぐそうです、はい、じゃあところどころどの辺かちょっと分かんないですけど、そうそう、オレンジ色の、はい、あれですか、コンプリートカーと同じような感じになるんですか、ね、基本一緒ですね。で来週もう一回、はい、あのふもさんがお客さんと打ち合わせして、はい、あの色を煮詰めてっていう形です。あなるほどなるほどなるほど、はい、じゃあもうそんな塗り分けも、はい、色も場所もどういうふうに塗り分けるかも全部あの高橋さんにお任せいただければ、はい、できるっていうことなんです。そうです、はい、で、はい、ナンバーベースもワンオフで、はい、こちらのラインに合わせて作ってあるんで、もうまあそれは完成してからなっちゃうと思うんですけ ど、じゃあまだかかりそうですね。そうですね、まだかかりますね、はい、あと塗装もちょっとこんな感じで調色して塗りますみたいな、はいはい、ちょっと朝食についても紹介してもらいたいと思います、はい、一応ウルスも全部決まってるんですか、色って。色は決まってます、はい、じゃあその指定された配合というか、ホワイトパールとブルーパールが入ってる色なんですけど、はい、それで作ってあとは原車に合わせて。あ、そうです、はい、それ結構特殊なんですか、ランボってやっぱ。色は、はい、まあ、まあ特には特殊な色ではないです。普通の原色は入ってないですね。じゃあ普通にもうアウディとかベンツとか、はい、あのアウディと一緒なんですよ。あ、LDK、やっぱりそうなんですね。アウディの色なんです。ああ、なるほど。じゃあそれを合わせて、はいはい、オレンジのラインっていうのはどうするんですか。はい、なんかベースの色があるんですか。ベースの色をちょっとまあラップで合わせるか。はい、ああ、その辺のカラーサンプルを使ってどんなイメージかみたいな。はいはい、ちょっとサンプル用意してお客さんにと打ち合わせしてっていう形ですね。はいはい、ああ、なるほど。はいと同じ色でキャリパー塗る予定です。あー、なるほど、そういうことなんですね、はい、じゃあもうその辺の色の合わせも、はいはい、例えばメタリック入れるとかスリットでいくとか、はいはいはい、そうすもう全部できると、はいはい、あと水性油性は別に使い分けないですか、そこ。基本的にはパネル修理は主に水性使ってます、ね、はい、あ、そうなんですね、はい、油性っていうのはいつ使うんですか。主にエアロ関係、パーツペイントしたり。え、じゃあ今回ってどっちで塗ってるんですか。溶剤です、エアロ。溶剤塗ってるんですか、ね、はい、溶剤で塗ってます。じゃあ例えば板金修理で自己修理とかで直すんだったら、はい、純正指定の水性塗料で塗って、ね、はいはい、エアロパーツとかの取り付けは油性、はい、こっちの方がやっぱり扱いやすいというか。そうですね、エアロとかもう入り組んでるから、あ、全然常温でも乾かない場所が出てきちゃって、表面乾いてても、はい、水が乾いてないとか、皿にあるんで、あ、でその上に乾いてないから上から水性の上に溶剤のクリアかけちゃうと、はい、ちょっと不具合出ちゃうんで。ああ、なるほど。じゃあその辺も使い分けられるように。もちろんできますけど、はいはいはい、はい、でその辺もうまく使い分けられるように、はい、両方揃えてやってる。そうです、はい、そんな感じでございます、はい。で全然話は変わるんですけども、これなんか CLS 43ですか？43歳。あれ、え、リップ 53？ 53用のリップをつけるんですか？あ、なるほど。このリアのバンバンの下側を53用に交換して同色にしてつける。あ、黒にグロスブラックに塗ってつける。はい。その工程というか下処理の状態みたいです。もともとザラザラなんで全部研いで平らにして塗るんですよね、はい、でこれも研ぐのも丁寧に研がないと溶けちゃうっていう。ですよね、そうですよね、
エアツールで研ぐこともできるんですけど、もう急いで研ぐと溶けちゃうんで、本当にゆっくりやらないといけないんですよね、はい、後ろで今作業担当している友谷さんがうんうんってうなずいてます、はい、そんなこともできます、はい、まあ、樹脂のパーツなくすとかなり高級感が出るんで、まあ、本当にメーカー車種問わずおすすめのカスタマイズです。でちなみにこっちが、はい、車です。現車でございます。あ、この部分を取り替えてるってことですか。そう。あー、なるほど。え、じゃあマフラーのカッターも変わるんですか。カッターも5、3、4のカッター。あー、なるほど。これが出ちゃうの。あ、意外に樹脂なんですね。そして結構細かいけど、やっぱり素地でザラザラの、はい、なるほど。え、じゃあこのメッキのモールもなくなってってことですか。なくなって。あー、まあ、そんな純正流用のカスタマイズもお任せください。お任せください。か、まあ、もし本当にそういう傷とか気になるんであれば、本当に純正みたいにこの部分だけ塗った後にプロテクション貼ったりとかっていうのもできるんで、まあ、ちょっとそのプラスアルファの工夫でやっていただけるといいんじゃないかなと思います、はい。あ、そうなんで、これポン付けなんですね。ポン付けで交換できるんですよ。あ、そうなんですか。パッケージだからじゃねえか。 今ほとんどパッケージみたいなものしかないでしょ。あ、そうなんですか。デビューザー交換。あ、じゃあこっちは一緒なんですね。あ、で、あ、ここのディフューザーの形状も大きくなるの。そう、ピンも2つから4つに。あー、それ結構違いますね。そうね。なるほど。いや、知らなかったです。はい、というわけで今回は、マンソリーウルス、ベナタスの続きをお伝えしました。もうかなり作業が進んでるんで、次回おそらく組み上がった状態をお届けできるんじゃないかなと思います。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。